はい、武将の増彦、松平直政公。ここは松江城の近くの県庁の敷地内にあります。ここいつも撮影に困るんですよね。ライトアップも撮りたかったんですけど、昨夜ちょっと、疲れちゃって全然出られなかったんで、今日昼間の撮影になりました。ここはですね、通り沿いに面してるんでちょっと騒音とかすごいうるさいんですけど、この特徴あるお顔の位置ですよね。上を向いてらっしゃる、これおそらく直政公が初陣の時だと思うんですよね。かなりお若い10代な感じですよね。弓を持たれていて遠くを眺めていると。ちょっと上を向いてる像っていうのはいくつか今までも見てきたんですけど、ちょっと武将の像でですね、まあ、ちょっと上を見すぎてる像の一つになると思うんですよ。というのが、これどっちから撮っても上を向いてるんで、お顔を正面から撮ることができないんですよね。しかもこういう感じで逆光になるんで、あえて言えばこちらが、まあ、お鼻立ちとか顔立ちが見えるかなっていう感じがしますね。横に行くと、横は横で、まあ、目の部分とかも見えますけど、ちょっとね、どんな感じなのかなっていう。足を上げてない騎馬ですから、止まってる時の、止まって何かを眺めていると。手綱を引っ張ってますよね。で、馬が首を押さえてますから、まあ、停止ですよね。止まれの合図だと思うんですよ。で、まあ、何かしら戦に行く途中なのか、何かを見てらっしゃると、そういうことだと思うんですね。ここに説明があるんですけど、一応読んでみますか。松平直政公、あまりご存じない方はね、武将系でも結構若い方というか、戦国時代というよりはこの松江に入ってくるのは、ね、堀吉の3代の後ですから、まあ、最終的にこの直政公のご子孫が幕末までということになりますね。1614年初陣って書いてありますね。その初陣の時のですね、像のようですね。君は徳川家康の孫、そうですね、父が結城秀康、つまりここの松平は越前系の松平なんで、結城秀康公のお子さんになります。つまり徳川家康の孫ですよね。ですから、まあ戦国時代というか慶長19年、まあ、この時に初陣なんで、戦国武将としても取り上げてますけども、大阪の陣営ね、出陣するのに初陣っていうのはなかなか晴れ晴れしい感じしますけど、結構そうですね、まあ、結構古い像なんですね。なんかお色直ししたんですかね。後ろから見ると今日差しがちょうどこういう向きがちょうどいいんで、後ろもね、かっこいいというか、ある意味のけぞってるんで、どうかなと。なんか弓を引いてる感じだとね、なんか鎌倉武将とかって感じしますけど、どうでしょうか。松平直政公でした。